まあ、映画のから感動するってことがないわけじゃもちろんないんですけど、久しぶりにこうテーマがね、ちょっと忘れかけていたような、まっすぐとか熱いとか純とか、そういう人間の本来持っている本質的なものに触れることができたというのがもう一番の収穫でした。人間を、まあ、マンデラ大統領の、ま、言ってみればアパルトヘイトからの、南アフリカをこうそこからこう変えていこうとする情熱の映画なんですけど、ものすごく、まあ、自分もその投獄されて27年も独房にいたわけですから、ものすごい大変だということを分かっていながらそれに挑戦するその物語がこう現実にその実現するという。まあ、例えばワールドカップのラグビーっていうものも一つ象徴的に使われてはいるんですけども、なんか人間が人間をこう許す、あるいは信じるっていうことをこう真っ当に向かっていった物語、しかもプライベートの人生もそこにはあり、それからその自分が独房に、長い間いなければいけなかったこともあり、そこから今度自分の問題だけじゃなくて、こう人間を、南アフリカの人たちをこう救っていく、ことを実現させるために何をしたらいいのかということを一人の男が本気で考えて、で周りにそれがやがて浸透していって、こう事態が変わっていく物語をこう映画の中で見させてもらって、人はやっぱり人を信じることが大変大事なことだなということを改めて感じて。まあ、そんなこと言うとなんか理屈っぽい映画のように見えるけれども、そうではなくて、やっぱり人間のドラマとしてとてもよくできてて、まあ、スポーツ映画としてもよくできているけれども、人間の物語として、事実に基づいていながら、これを映画にしようとしたスタッフキャストの情熱が勝って、マンデラが政治を変えようとした、世界を変えようとしたと同じように素晴らしい映画を作ろうとした人たちがまたそれを作ってくれたということに敬意を表するというか、むしろ感謝したいというか、そんな思いを持ちました。